ラディオ・ダイ3月20日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアローグ4ピープルが配信していますラディオ・ダイアログ本日の MC を務めますファタジャーナリストの安田夏樹とそして佐藤慶ですこんばんはよろしくお願いしますさあ先週に続きですね今回も プレミア配信という形で皆さんにお届けをしています。はい あの先週からですね私たちドイツに取材に来ていましてこれは「レディオ・ダイアログ」他の回でもお伝えした通りなんですけれどもドイツでイスラエル・パレスチナを巡って今何が起きているのかということを、うん、やっぱりちゃんと取材をしたいよねということで、はい、今回7年ぶりにドイツ国内に取材に来ています、はい、7年前に来たときはですね、えー したあのとのはアウシュビッツにまずポーランドのアウシュビッツに行くというのが目的で、うん、ドイツもまたあのそういうもともと強制収容所だった博物館になったりしているところがあるので、まあ、そちらを訪れたというのが7年前でしたね、うんまあ、7年前に、まあ、アウシュビッツはポーランドですけれども、まあ、ドイツの中にもさまざまなナチスドイツ時代の まあことを伝える、まあ、強制収容所のこう跡地だったりですとかさまざ、あ、まなこう戦跡などもこう残っているんですよね、はいで。そこで私たちが7年前にこう受け取ったメッセージというのは、まあ、これも何度かお伝えしてきたところですけれども誰であってもでどんな場所であっても、うん、非人間化はダメだよね虐殺はダメだよねっていうそういうもっと普遍的なメッセージだよなっていうことはこう感じてきたんですよね。はいうん、で ところが、まあ、今、ガザで現在、進行形でこう虐殺が起きている中で、まあ、イスラエルをこう強くこう批判しないどころかむしろ、とにかくイスラエルのこう側に立つんだん軍事支援もこうどんどん、まあ、例年よりもこうずっと増やすんだということで。 まあそのイスラエルの側にこう立ち続けているまあ少しこうトーンが変わっている部分もあるんですけれどもまあ実質的な部分ではやはりまあイスラエルの側にこう立ち続けているのがドイツなんですよね、はい。でまあこちらに来てさまざまなこうインタビューもこうすでにあの行わせてもらっているんですけれども。 ドイツからそのイスラエル政府の,こうあの行いだったりですとかそれをこう批判することとこうユダヤ人をこう差別するってやっぱり違うと思うんですよね。はい、でところが今こう、まあ、例えばこうシオニズムだったりですとかそういうものをこう批判するとかそれをこう植民地主義的だというふうにこう言ってしまうとか。うん、まあそれが え反ユダヤ主義じゃないあなた差別主義者なのみたいな形でレッテルを貼られてしまってデモにこう参加した人たちもこう逮捕されるなんていう,こうケースもあったりして、はい、いやでもやっぱり私たちがこう歴史から学ぼうとしてきたことってこうイスラエルが何をしても批判しません。 じゃないよね、はい、それってこう思考停止だよねっていう,こう疑問から私たちこちらにこう取材に来ていて、まあ、こちらでどんなこう具体的な話を聞いたのかっていうことはまた改めてこの配信の中でも皆さんにお伝えしたいなというふうに思っています。はい で今日はです、ねあの、後ほどまた詳しく説明をしますけれども、グアンタナモから考える収容と人権と題して、で後ほど収録であの音声を皆さんにお届けしていきたい、はい、収録のインタビューの音声を皆さんにお届けしていきたいと思っています。で、その前にですね、今日はあは3月20日ということで、うん、皆さん、3月20日といえば、何の日でしょうか。 あの私たちはやはりこう中東取材を重ねてきたということもあって、イラク戦争から21年、うん、イラクによる、ま、あの正確に言うと、アメリカによるイラクに対する軍事侵攻から21年という月日が経つ日です。はい、でそれについて、まずお話をしていきたいと思います。あ 皆さんにこうお伝えするのを忘れてしまっていました皆さんのメッセージは YouTube のこうチャット欄であったり Twitter ではハッシュタグ D4P 4は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時50分頃まで皆さんにお伝えお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いいたしますあの3月20日、はい、イラク戦争から21年です 2003年の3月の20日ですね、で当時、まあ、米軍を主体とする有志連合がですね、イラクにどういう大義名分を掲げて、軍事侵攻にこう踏み切ったのかというと、あのこれ、ご記憶している方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、当時のイラクのサダム・フセイン政権が、大量破壊兵器を隠し持っているんだという大義でした。 ねはい、なので、攻撃をしなければいけないということですよね。うん、そうなんですところが、ところがですよ、まああの今日で21年、そこの軍事侵攻から経つわけなんですけれども、今に至るまでその、まあ、大義というのはこう、格好好きの大義ですね、そのまあ、軍事侵攻の大義だというふうにこう掲げていた大量破壊兵器というのは、今でも見つかっていません。うん、証拠がない、まあ、つまりまりあ 言ってしまえば、でっち上げですよね。はい、から始まった、まあ、この軍事侵攻が、まあ、その後も大を引き、もう、それがこう、まあ、21年間にわたってこう続いていると言ってもこういいかもしれないですね。で、この21年間の間に、本当に本当におびただしい犠牲が。 生み出これあのイギリスに拠点を置いている NGO イラクボディーカウントという NGO があるんですけれどもこのイラク戦争開始、まあ、つまりアメリカによるアメリカを主体とする有志連合がイラクに対して軍事侵攻に踏み切ってから2011年の12月、まあ、米軍がこう撤退するまでですね、はい、でその間にまあ約8年と 8年以上ですねの間に16万人以上が亡くなったと指摘をしていて、うん、まあそのうちの8割近くがまあ民間人であるということが指摘をされています。はい、であの当時その、まあ、アメリカはさまざまなこう大義をこう掲げていたわけですけれどもでこのイラクをこう民主的なこう国家にするんだみたいなこう名文もこうありましたよね。うん、で当時の,その まあ、イラク社会ってどういう社会だったかというとあのサダム・フセイン政権下ではイスラム教のスンニ派あの数としてはあのマイノリティなんですよね、はい、あの多数派マジョリティはイスラム教シーア派なんですけれども、うんまあ、サダム・フセイン政権下ではイスラム教のスンニ派数としては少数派が、まあ、あの権力を握り多数派であるこうシーア派が、まあ、冷遇されてきたというまず構造がありました。はい でところがあのサダム・フセイン政権がこう崩壊すると、まあ、力関係が逆転するわけですよね。うん、でもちろんそのまあシア派の人たちがこうグルされてきたっていう,こう構造自体はまあ不当なものだと思うんですけれどもただやっぱりその力関係がこう逆転することによって安定しない。これまでのこう あのーまあ、社会のこう構造というものがこう変わるって、いろんなこう混乱があるわけですよね、うんはい。バランスが変わっていきますからね。で、まあ、その社会基盤が非常にこう、まあ脆弱だ、なかなかこう安定しない、むしろさまざまなこう緊張がこう張り詰めているという中で、あの中途半端な形で2011年の12月に米軍が、 イラクからこう撤退をしていく、うん、まあ軍をこう撤収していきますということをするわけなんですけれども、でまあ、つまりその軍を撤収させることによって、もうイラク戦争、これで終わりです、終結ですっていうふうにこうさせたかったわけですよね。うん、でところが、そこにこう米軍が撤退したということによって、力のこう空白ができてしまいます。はいでその じゃあ力の空白で、まあ、何が起きるのか、まあ、これはもう当初からあの懸念されていたことではあるんですけれども、まあ、その米軍の撤退後に、まああのーまあ、数としては少数派で、サタムフセン政権時代はまあ優遇をされていた側のスンニ派への弾圧が激しさを増していくことになります。うでそういうい中で、まあ さまざまな怒りだったりこう不満をがこの社会の中にこう溜め込まれて、うん、それをこう吸い込むようにして取り込むようにして勢力をこう拡大していったのがいわゆる過激派勢力である、ま、イスラム国 IS ですよね、はいまあ、日本でもこう IS のことって一時期報じられていて今はまあまあほとんど聞かないかもしれないですけれどもいま、うん、だにあのイラクの一部地域ではあの戦闘が起こって 来ていて、うん、あの is がえこのコロナの間にもですね。また力を貯めていたのではないかという風うにも見られていますよね,ね。シリアでも完全にこう集結しているわけではないですからね。うん、だから、あの皆さんやっぱりあのイスラム国ってものすごくあの何と言いますか？ こう過激な勢力、まあ、そのままなんですけれども、でまあ、テロを起こして怖い集団だよね、まあ、それはこう間違った理解ではないんですけれども、こう突然こう現れたこう自分たちとは違う、何の関係もない集団っていう風に切り離して考えていいんだろうかっていうところなんですよね。はい、でこうしたやっぱりこう不当なこうアメリカによるこうイラクへのこう軍事侵攻があり。 で中途半端な形で力の空白地帯を作りそこでこう力を拡大していったのが IS だったっていう,こう経緯を考えると、はい、やっぱりこう国際社会のこう側にこう必ずこう責任が返ってくると思うんですよね。うん でそうした文脈を抜きにしてあいつらは自分たちと違うというふうに、まあ、突き放して考えて思考停止していいんだろうかということが、まあ、今に至るまでこう私たちにこう問われているかと思います。はい、でこの、まあ、イ,ラクイラクに対するこう軍事侵攻ですけれどもこれはまあ何もこう突発的にこうあの始まったことではないんですよね。はい、その まあ2年前の2001年の9月にはアメリカでこう同時多発テロが起こりそれに対するアメリカにとっての,その報復攻撃という形でまあアフガニスタン、タリバン政権がこうまあその中心になったこう勢力をかくまっているだろうということでまあアフガニスタンにこう侵攻に踏み切りその2年後には今度イラクにっていう、はい。 まあそういう,こう流れがあったわけですがあの今回のこうテーマは冒頭でも皆さんにお伝えしましたけれどもグアンタナモから考える収容と人権です。皆さんこの,あのグアンタナモという名前に聞き覚えはあるでしょうかあのグアンタナモ収容所なんですけれども、まあ、あのこれアメリカの2001年の同時発テロを計画したとされる、まあ、例えば ある間のこう幹部とされるようなこう人たちだったりですとか、まああのテロリストというふうにこうアメリカがまあ見なした人々をこう収容するためにこう設置されて、これあのキューバ東部のグアンタナも米軍基地内にこう収容、うん、あの置かれているんですよね。はい、米国にあるわけではないんですよね。ええ,えってなりますよね。うん、なんかちょっとえどういうことっていうふうにこう今の文訳になると思うんですけれど、はい、なぜにキューバに 米軍基地があるのかというふうにこうね疑問に思う方も多いと思うんですけれども、この場所はあの2つの、アメリカとこうキューバがしし1903年に締結した条約で、アメリカ側にこう対応されて、その後のまの新たなこう条約によって、キューバの側だけでは、の意思だけでは返還されないような構造になっているんだそうです、うん。 で今日のゲストはモーリタニア出身のモハメドドウルドスラヒさんあの、まあ、このグアンタナモにこうあの拘禁されていた一人なんですけれどもこのグアンタナモ収容所でのこう収容されていた日々を綴った手記があるんですよね。であの日本語版ではあのグアンタナモ収容所地獄からの手記というあのタイトルになっていますが、まあ、こうしたあの まあ自身のの体験ををたものを出版されれています、まあ、これ実はですねあのアメリカ政府のこう検閲によってこうほとんどこう黒塗りになってブワッとこう黒塗りになっているこうページもあるんですけれども、はい、こうあえてその黒塗りの部分も黒塗りにされましたっていうふうに分かる形でそのまま出版したということでむしろその収容所内のまあ あるいはまあ収容所とこう米国のこう関係と言っていいのかもしれないですけれどもその不都合のまあ闇深さみたいなものをこう知らしめることになりました、はい、であのー、これまでにこれ分かっているだけでなんですけれども少なくとも子ども15人を含む約780人がこのグアンタナモ収容所に連行されてでかつまあ正式な 地方手続きも経ないまま長期間にわたって非人道的な環境にとどめ置かれてきたとされています、うん、で今の収容されたのは約780人というふうに皆さんにお伝えしましたけれど、はい、そのうち有罪とされたの皆さん何人ぐらいだと思いますかまあ1割いても78人ぐらいってなってしまいますからね確かに確かにはいそのうち有罪とされたのはなんと8人 だそうですうでその8人のうちさらにうち3人のは判決側の控訴審で覆っているので、まあ、実質その人たちをこう引くと5人うーん1以下うーんですね、あのーまあ、スラヒさん自身もです、ね、無実を訴えてきたにもかかわらずずっとこう不当な公金をされ続けた1人でした。はい でスラヒさんはですね2016年の10月まで、まあ、このガンダモニはその実に14年2ヶ月過ごすことになりしかもあのうち約7年、まあ、半分です、ね、は裁判で勝訴したにもかかわらず、まあ、釈放されなかった期間ということでも,うこうもう何から何までひどいんですけれど。うんで あのその間にですね、あの、二千十三年にはあの、スラヒさんの。お母さんが、結局、まあ、息子さんとの再会が一度も叶わないまま、他界をしているんですよね。うんまあ、スラヒさん自身も、お母さんに最後のさよらなが、できなかったという,こう不条理がありました。でしかもあの、スラヒさんはですね。あの自白をこう強要されるんですけれども、自分はこう。まああの アメリカのその同時多発テロにこう関わっただろうっていうことを、こう、ずっとずっとこう、あの尋問を受けるわけなんですけれども、まあ、その自白を、虚偽の自白ですねを強要される。こう過程で、まあ、様々な拷問を受けています、うん。もうちょっとこの、あの短い時間の中では、あの皆さんにお伝えしきれないぐらいの、あのものなんですけれども、まあ、水攻め、うん。 それからもうきつい、きつい体勢をまあ冷たくしたあの部屋の中で20時間強要されるとかまあ眠らせないとかあとはまあ性的虐待ですよねあとはまあお前の母親をこう拘束してここに連れてくるからなっていうこ,うまあこれもこう虚偽の脅しですよねを重ねたりというまあ精神的な虐待だったりですとかもうこうしたまあ壮絶な日々 がまあ、どののように今のスラフィさんに影を落としているのか、まあ、どんなふうにそのトラウマとなって刻み込まれてしまっているのかということについて非常につらい質問なんですけれどもままず伺いましたトラウマについて自分でも詳細に理解しているわけではありませんが例えば悪夢を見るトリガーとなるものがいくつかあるように思います。 例えば空港を利用して移動する際にはとても恐怖を感じますエアポートコントロールを通過する時などとても緊張します制服を着た人々も怖いです誰かに叱られたり何か悪いことを言われることも恐ろしいですそういうことがあるとひどい悪夢を見ます母のことなど家族のことを思い出しても悪夢を見ることがあります そんな時は全身びっしょりと汗をかいて飛び起きますそしてニュースを見ることもトリガーとなってしまいます暴力的なシーンが出てくるテレビもそうしたトラウマ症状を引き起こします暴力やレイプについてなどが出てくるニュースやテレビ番組は大きなトリガーになるので見ないように気をつけています はい、ということで、はい、まあ今でもその様々なことがこうトリガーになり得るというね。うん、悪夢が今でもどんなことがきっかけとなって出てくるかわからないというような感じでしたね。うん、あのまあ、一方でスラフィさんはこうまあ、加害者に対してこうまあ、様々なこう発信をこれまでもこうあのしている中で。 まあ若いとか、あるいはその許しということをこう、まあ、一つのこう鍵にしてご自身のこう言葉を紡いできています、うん、であのこれをお聞きしてくださっている聞いてくださっている方に私から一つあの補足をしておきたいところなんですけれども何かやはりこう被害を受けた時にこれあの韓国の取材の中でですねあの 私たちがあのいただいた言葉でもあるんですけれども、あの韓国のこう民主化運動が弾圧される中で、さまざまなこう加害、被害がこう発生した中で,で、それを考える上で、許すか、許さないかをこう決めるっていうのは、被害者の権利であるっていう,こう言葉をいただいたことがあって、うん、まあ私たちも本当にこう、ね、それはこう大切にしたい言葉だなというふうにこう思ってきました。 まあ、例えばその周りが「いやいやもう許してあげなよ」とか「いつまで怒ってんだよ」っていうことをこう先回りして勝手にこうジャッジしてこう決めるっていうことは間違っているっていうふうにこう思いますし「うん、こう許し」とか「和解」っていうものをこう、まあ、過度な美談としてこうあの伝えるっていうこともこうしたくないなというふうにこう思うんですよね。はい、でそううした中で、まあ、スラヒさんんが何をこう大切ににどんなふうにこう人と 関係性をこう築いてきたのかということについてもここで語っていただきました世の和解や許しについてですが私はまだそのような心境に至っているわけではありませんまだまだその初めの一歩を踏み出したぐらいですこうした感情と向き合い始めた最初の年はとても激しい怒りを持っていました復讐したいとも思っていました 私はどん底に突き落とされていたのです私が拷問を受けていた時とても長い間独房に閉じ込められていました許しについて考えようとしてもどうしてもその長い暗闇のことを思い出してしまうのです一つトラウマとなっている出来事を思い出しましたヨルダンの留置場に入れられて8ヶ月が経った頃のことです 彼らはこれでもう自由だと言って私を留置場から出しました私はきっと故郷のモーリタニアに帰れるのだと思いましたところが彼らは私を裸にし衣服は引き裂いてしまいましたそして私におむつを履かせたのです私の人生はどうなってしまうのだろうと思いました 家に帰れないことは明白でした私はアメリカの収容所に連れて行かれたのです彼らは私に「もうお前は母親にも家族にも誰にも会えない」と言い私が処刑されるかもしれないとも告げたのですこれまでの思い出が脳裏に走馬灯のようによみがえりました その時私が感じた後悔は、私は親切な人間ではなかったということです。もっと人に親切に優しくありたかった。もっともっと人に対して許すということができていたら、と後悔しました。その深い後悔が私を変えたのです。許しというものの扉を開けたのです。 今、私は、かつての私の感謝や尋問を行った職員、そして私を死刑に従っていた検察官とも友人関係を築いています。さあ、このまあ、様々なあのー、もう心身にと言った方がいいですね。うん、こう傷というには、こう、まあ、あまりにも傷という言葉を使うだけでは、こう足りないような。 壮絶なこう経験をこうしてきているこうスラヒさんですけれども、実はこのグアンタナモ収容所、バイデン政権になってからも閉鎖されていません、まあ、閉鎖するぞ、したいぞっていう,こう話はこう、まあ、民主党政権になってからですね、はい、あの特にこうあの出ては実現せずこう、なかなか父と進まないということがこう、実は繰り返されてきているんですが。 ここが、今でも、こう閉鎖されず、なおかつ、まあ拘束されている人たちが、こう。今でも中にいるということについて。スラヒさん自身が、どんなふうに捉えているのか、ということについても伺いました。グアンタナモ収容所についてですが。現在でも、約三十人が収容されています。そのほとんどが解放される見込みで。つまり。 米国にとって危険人物ではないと見なされていることを意味します。この収容所はある前提に基づいて運営されています。その前提とはアメリカ人以外は人道的に扱われる資格がないというものです。それはファシズムの定義ではないでしょうか。 この社会の中に人権に値する人とそうではない人がいるのだというのならそれはまさにファシズムですアメリカ人は害していい人々だと私は思いますそれなのに人権を守らないのでしょうかアメリカは人権条約に署名しておりそれを遵守しなければなりません 世界で最も強力な国であるアメリカが人権を受け入れられないのであればどうやって他の国々に人権を受け入れるように求めることができるのでしょうかどうやってアフリカや中東の国々に人権を認めさせることができるのでしょうか。 裁判官から釈放を許可されたとき、米国政府が釈放を拒否したため、私はそれから7年間、収容所に留まり続けました、司法の命令を完全に無視しているのです。我々は司法制度など委員に返さないと、それを示すために、このような釈放拒否を行ったのです。あのスラヒさんはです、ね、現在 オランダに暮らして、はい、でまあ作家としてあるいはあ平和人権活動家としてもさまざまなこう活動に携わっているんですよね。でまあ今の世界を見た時にパレスチナは今でもこう、まあ、お前はテロリストだっていう,こうレッテルを貼られてしまったまあ人たちがこう、まあ、私たちも行政公金のこう話は この配信の中でもお伝えしたことがあるんですけれども、罪状、はい、なくこう無期限のこう拘束が続いているという人たちがこう多数存在しますし、まあ、ガザ地区の中ではこう殺戮が止まらないという現状があります。うんでまあ、今私たち、ね、こうベルリリンにいてでシリアのこうあの あの戦争から、正、ま、確、あ、に言うとその、まあ、アサド政権のこう不当な支配にこう抗うようなあの人たちが声を上げてでなんとかこう、まあ、革命を起こせないだろうかという,こう動きをこう見せてから13年という,こう月日が経ちベルリンの中でもその、まあ、シリアと、えー、ガザとパレスチナとそしてあらゆるこう権威的なこう国家によって抑圧されている人たちにこう連帯しようという,こうデモが行われています。うん そんなあのスラヒさんがですねご自身が今ガザで起きていることにどんな思いを抱いているのかということも伺ってきました私は反戦活動家です平和を信じ平和を願い続けていますガザで子どもたちが殺されているニュースを見るのはとても辛いですそして子どたちを失う母親の姿も 娘や息子たちを失う母親の姿を見ると自分の母を思い出します私は収容所に入れられている間に母を失いましたもう二度と母とは会えないのですさよならを言うことさえできませんでしたガザの人々の命を救うために日本やアメリカそしてヨーロッパの国々やアラブの国々が一致団結して 停戦を実現ささせせななければなりませんさあそしてあの実はスラヒさん、今日ですね、この3月20日に、一般社団法人、刑事司法、刑事司法未来が主催するイベント、えこれ、イベントのタイトルなんですけれども、憎しみを超えて、元グアンタナモ収容者と考える世界の分断と和解にオンラインで登壇をされました。 あのちょうどこの配信が始まる前まであのイベントがあの行われていたということなんですけれどもで本来であればこのイベントにあの直接来日をして登壇をする予定だったんですけれどもあの、まあ、日本からあのビザを発給されなかった、まあ、発給を拒否されたという経緯があり、まあ、今日のこうイベントにはオンラインであの登壇をすることに なりましたで2020年に続いて、まあ、このビザが発給拒否されたのが2度目なんですよね。うんはい、でイギリスにもフランスにも行けるんですよ。うん、というかあのヨーロッパに在住してますからね、はい、オランダに。なのに、まあ、どうしてっていう,こう疑問がつきない。でも そのどうしてっていうことが実はあのしっかりとした形でこう説明をされていないっていうことにこうもどかしさがあるということで,で、この発給拒否をされてしまったということについてえ私たちからもこう伺いました。確かに日本は私のビザを拒否しました。私は故郷のモーリタニアでもアメリカでも 犯犯罪を犯したことはありませんなので非常にショックでしたアメリカや日本には行ったこともないのですそして彼らはビザを拒否した理由について一切教えてくれませんでした日本は民主主義国家なのですよねそれなのになぜ理由を教えてくれないのでしょう私はビザのために必要な書類を 求められたものを全て提出し、辛抱強く待ち続けました。ところが彼らは、ビザ発給は拒否されたというだけで、その理由については何も教えてくれないのです。これでは軍事政権の行為と変わりません。私が生まれ育ったところでは、何かが拒否されるとき、上からの指示だ。 という一言で終わりますですが、民主主義の国、日本でもそのように、理由もモツに拒否されるだけなのです。私は日本という、国が好きですし、日本の皆さんに、私の話を共有したいだけなのです。その 今日のイベントでもですねあのもしかしたらこれを聞いてくださっている方の中にもイベントにあの参加をされた方もいらっしゃるかもしれないですしそこであのスラヒさんからさまざまなこう大切なメッセージをあの受け止めているんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあのそんなこうスラヒさんにこう最後私たちにもこ,う、ま、あのこのリスナーに対してということでですねあのメッセージをいただきましたので最後に。 ここでスラささんの声をお聞きくださいただただ愛を伝えたいです。日本の歴史、とりわけ広島、長崎のことを思うとき、とても胸が痛みます。あなた方は痛みや飢餓、さまざまな苦しみを経験してきました。そこから立ち上がった、その回復力にとても感銘を受けます。 私は日本の皆さんに私の経験を伝えることで世界の現実を知ってほしいのです日本が経験したような悲劇を戦火を今まさに被っている国々が世界にありますそうした話を皆さんといつか共にできたらと願いますいます はいということで、スラヒさんのお話をここまでお聞きいただきました。あのーまあ、言ってみればこう、アメリカ側の,その有罪ありきの筋書きの辻褄合わせに、まあ、軍が躍起になったっていうことですよね、うん、スラヒさんの身に起きたことって。はい でまあ、スラヒさんにこう加えられたもう本当にこう手段を厭わない激しいこの暴力っていうのは、うんもうまあからさまなこう人種差別でもあるというふうに私はこう話を聞いていて思ったんですよね。まあ、スラヒさんご自身もあのそういった趣旨のことをこうお話をされていたと思うんですけれども、はいまあ、アメリカ人以外は人権がないんだろうかみたいなこう扱いを受ける。うん、で まあ、残念ながらそのグアンタナモ収容所があの閉鎖されていないということもあってこれがあのそういう意味でもこう現在進行形のこう問題ではあるんですけれどもあの、まあ、果たしてこれが日本と無関係の遠い話なんだろうかという観点でもぜひ あの皆さんと一緒にこう考えてみたいなというふうに思うんですよね。はい、いや聞けば聞こうとあれなんか聞いたことあるなとかあれこの人権を恣意的に分けたりこう司法が介在しない長期間の交流ってどこかで聞いたことあるなと思った方もいたのではないでしょうかそうなんですよねなんかまあ決していいことではないと言いますかこうむしろない方がいいことなんですけれどもやっぱり既視感がねどこかであったりするんですよね。はいまあ、例えば あのスラヒさんがまだグアンタナモにこう収容されていったときに、まあ、なんとかそのこう弁護ができないかということでこう、まあ、弁護士さんたちがこう政府に対して関連資料をこう開示請求とかするわけですよね、はい、でもう山積みのこう箱に詰められていたのが、大部分が黒塗りっていうか、もう,もう <laughs> あののいわゆるのり弁ですよね。うん もう大部分がそののり弁化されたこう紙の束だったりするでそれをこう見た時にそれを知った時に私がやっぱり最初にこう思い浮かべたのが三島さんだまりさんのこう文章のこと。 だったウシ島さんのことについてはたびたびこの配信の中でも皆さんにこうお伝えしていますけれども、まあ、2020年の8月に名古屋入管に収容されてさまざ、あ、まなこう帰れない事情をこう抱えていたんですけれども、まあ、それによってこうなかなか解放されない収容が長引いてしまうということもあって、まあ、それ自体がこう不当なあのことなんですけれども。 でどんどん体調が崩れ2021年の3月に名古屋入管で亡くなってしまうんですよねでウ島マさんが亡くなったの後にですね二人の妹さんがご遺族として来日をしてで一体この密室の中で自分の姉に何が起きたのか真実がとにかくこう知りたいんだということでこう声を上げてきました、うん、今でもその裁判というのはこう続いているんですけれども でそのまあ、とにかくこう入管側、法務省がこう検証に対して消極的になるべく開示しない、うん、なるべく説明しないっていうことをがんとしてこう続けてきたわけなんですけれどもでそこでその、まあ、入管に対してご遺族だったりその代理人のこう弁護士さんたちがウィシマさんに関わるこう医療関係だったりこう処遇関係のこう書類を こう開示しててくださいっていっう,うにこう求めたんですよね、うん、でそれに対してこう入管側は何と言ったかというといや法にのっとって行政文書開示手続きの,、まあその請求をするように法にのっとって手続きをしてくださいねって言ってきたのは入管側なんですよね。うん、じゃあ分かりましたということでその返答通おりまあ弁護団がまあ開示請求をしたんですけれどもなんと15万円。 約7000円の開示の実施手数料の請求とともに1万5000枚以上のほとんど黒塗りほとんど何もわからない文章が送られてきました、うん、そののり弁を大量の箱詰めのこのり弁を受け取るためだけに15万円、まあ、約16万円ですよね。 請求されたっていう,う大変不条理なあのことがあったんですけれども、はい、わざわざ印刷して箱詰めしてそれを送ってくるわけですからねやっぱりその二人の妹さんもうもううず渦高く積まれた紙の束の前でもう絶句するしかないみたいなこう状況でしたそれがまあ2021年にこう起きたことですねで、まあ、このこう外国人は 嘘をついていてるだろうみたいなこう態度がそもそもウィシュマさんにこう取られていた、まあ、つまりそのなんかその体調がどんどんこう崩れているにもかかわらずウィシュマさんが「外に出たいからサビおでしょこれ」みたいな感じで最後まで疑っていた職員がいたっていうこともこう分かっていて、うん、でやっぱりその密室でのこう収容にレイシズムがこう重なっていくっていう意味ではまあその。 ことのこう背景がこう異なるにしても、やっぱりどこか重なる問題だなっていうふうに、グアンタナムで起きたこととですね、私はこう思いますしで、この公文書の問題もこう、これもやはり同じようなことがこう問われていると思うんですよね。これ公文書っていうのはこう本来、 国のこう私有財産、国の私有財産ってなんかこう、ちょっと矛盾した言葉かもしれないですけれど、国のこう特権的な所有物ではない、はい、わけですよね、それ、市民の共有財産なはずで、うん、公の文書で公文書ですからね。そうそう、もう読んで字のごとくですよねっていう、はい、言うまでもないですよねっていう,こうところなんですけれども、で私たちは当然それをこう知る権利をこう有していると思ってきました。でなぜそれをじゃあ 阻むのかとといいいうことに対してて声を上げていいはずなんですよ、ねうん、でまあ,あのスラヒさんのこう言葉っていうのは、まあ、そんなこう民主主義のこう根幹ってなんだっけっていうところに改めてこう立ち返らせてあのくれた言葉なのかなというふうにこう思いました、うんね、そういうことを遠い話っていうことではなくって民主主義ってそもそも何って でその礎になるはずの情報開示ってそもそも何っていうところから改めてこう問い続けなければならないなというふうに思います、はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします今日の放送は Spotify アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、そしてアマゾンミュージックポッドキャストでも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルの、えー、ワンタイムサポーターやマースリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。 さあ来週3月27日水曜日の放送なんですが、まあ、2週連続であのプレミア配信で行ってきましたけれども、えー、生配信に戻ります。ということで、えー、3月27日の放送のテーマは最近の政治ってどうよという非常にこうざっくりとしたテーマなんですけれどもライターの和田静香さん2度目のご登場ですね。はいはい、実はですねこの日 和田静香さんが MC を務める、えー、津田大介さん主催のポリタスから、うんえー、ポリタスに私があの和田静香さんのこう MC のこう番組にお邪魔をしているという,こう時間がありまして、はい、そこからはしごするようなう、あのー、形で和田さんに今度はじゃあ,あのこっちに来てくださいということでご出演をいただくことになりました。まあ 最近の政治ってどうよっていうふうにこうざっくりとしたテーマにしたのはあんまりにもこう語らなければならないことがいやー裏金やら、うん、あのー、何でしたっけあの過激なあの要はその、まあ、ダンサーの人たち非常にこう露出の多いこうダンサーの人たちをこう、まあ、パーティーに呼んででまあ そこで口移しでこうチップをあげるみたいなことをこうやっていたりですとか、まあ、それをなんでそういう,こう会合をやったのかみたいなことをこう問われたときに、まあ、自民党の,まあそのこう担当者がまあ多様性みたいなことをこう口にしちゃうとか、多様性ってそういうことでしたっけっていうね、不思議な言い訳でしたね。はい まあもう本当にキりがないですよねあの、進んでいく万博にしたってそうですし、うん、まあ政治って本当に身近なところで見ると、区政だったり、都政だったりも、このお金の使い方ってどうなのって思うようなこと、本当にたくさんありますからね。東京都はそうですね、東京都庁を中心としたプロジェクションマッピングに何十億もお金が使われたというような話であったり、うん、一体どっちを向いた政治なんだろうかというようなことが、本当に尽きないですね。うん、ね都政ななんんかかで言えばなんか 何でしたっけいくつもゼロを掲げて当選したんですよね、小、はい、池さんねあの。花粉症ゼロっていうのをすごい期待しましたよね、うん、私たちね。なんか、やる気がゼロだったみたいな、うん、ところが。まあ、本当にねこうあの、語らなければならないことがこう尽きないですし、あもういいや、もううんざりだっていうふうにこう語ることをやめてしまうと、まさにもう,こう、まあ、その不都合を隠したい側。 のこう思うツボみたいなことになってしまうなというふうにこう思うのでね今度こそこうほとろぼり冷まさないぞみたいな、うん。 こう気持ちも込めて、まあ、和田さんとこういろんなこう政治のあれやこれやをこう語っていきたいなというふうに思っています。はい、楽しみにしてます。ということで、レディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、 このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。